今日はですね、ボンちゃんがちょっと皮膚がね、皮膚にぼちぼちができているのが分かって増えてきているので、早速病院の方に来てみました。おはようございます。ボンちゃん、あ、いた。いた。見てもらおうね。ワンちゃん日記ね。はい、ワンちゃんおいで。先生、突然いい子いい子してた気がついたんですけども、この辺にこうザラザラする感じがあったんですね。うん、そしてこう見てたらそれが結構増えてきてる感じがするんですけど、最初気がついたのは2、3週間ぐらい前かな。でここ数日で、あとなんかここかく仕草がちょっとあったんで、前からここのところを伸ばして、最初は首、そして全身に広がった感じ。発見したのはこの辺でした。はい。で、ただそのかくって言っても頻繁じゃないんで、普通に普通の仕草の一部かなとは思ったんですけれども。グルーミングを結構こまめに、してる感じかな。ただそういうふうに見てるかもしれないんだけど、気にして猫本人、でかさぶた見たくなってて、こう外すとこう剥げちゃって、首が一番ひどい。あとね、お腹とかも見せてもらって。お腹どうかな。じゃあお腹、はい、大丈夫ですね。首の周りが一番広いのかな。と足の辺もありましたね。これ俗流性皮膚炎って言って、はい、原因はいろいろあるのね。はい、増えてきてる感じがする。増えてきてますね。でものすごいわけではない。この辺もこれザラザラして、これ全部そうですね。ああ、そう、結構ひどいんだ。あ、ここもすごいですね。結構ひどいのね。もともとこの子なんか目やにがとか、そのオイリーな感じ。オイリーな感じ。まあ究極かゆければそのステロイド剤をちょっと集中的に短期間で使ってみて、その反応を見るっていうのが一つかな。あとは、まあアレルギー用の便の薬もあるはあるんだけど、ちょっと一回単発でステロイド剤で1週間は、あとは最近変わったことは何かというと、先住猫とかなり激しくじゃれ合うというのは噛み合ったり、そういうのもあります。この間発情来ちゃって噛まれて、ここがザクザクにこう傷だらけになっちゃった猫ちゃんいたけど、そういう感じじゃないのね。傷になってるわけじゃないですね。先住猫にうつる病気なんですか。これうつるものじゃなくて本人の体質だと思う。俗流性皮膚炎っていうのが診断名なんだけど、それが出る原因はいろいろ、さっき言ったように飲みだったり、環境中の何かアレルゲンだったりっていうことはあるね。で湿疹は結構こう暖かくなってくるとばい菌とかが元気になるので出やすくはなりますね。なるほど。多分体質だから一回こう治療して治まるかもしれないけど、また何かの拍子に出てくる可能性もある。そうですか。カシャカシャしてね。かさぶた見たくなってるのは、このままほっといていいんですか。そうね、まあ取っちゃってもいいんだけど、無理。でも毛が脱げちゃって、結局これ乾いてくると、これボソボソって毛も一緒に取れてしまいますのでね。こういう感じで全部取れてきちゃうんで、まあブラシ、ちょうど緩毛期だし、ブラッシングもしながらこうあんまり傷にならない程度に、してあげればいいかな。そうね、緩毛期の影響もあるかもしれないね。緩毛期だと古い冬の毛、はい、3.3キロ、2.8だから
500グラムだけ。ちょっと大きくなったね、ボンちゃん。小ぶりは小ぶりでね、男の子だもん、ね、はい、そう、それで1本だけちょっと入れてみていいですか、注射も。それによって注射、まあ、エステロイドって人間とか犬は結構副反応とかって気になるかどうやけど、猫はあんまり気にしなくてもいいです。ただもちろん連動したりとか多用すればちょっとこう免疫が落ちたりとか、注射一本打つんだって、ボンちゃん痛いかね、の場合もあそうね、相変わりで最近確かにホットカーペット今まで見なかったのに痛かったね。中に入ると温められてちょっとこうバイ菌が元気になっちゃうっていうのもあるので、なるほど、注射だと思います。まあ、ね、細菌が関係してあまり気にする必要がないですのでね、はい、ちょっと注射、筋肉注射1本いきますね。頑張って、ね、頑張って、あらおりっこ、頑張りましたキャーって、まずこれで、あのこのお薬を使うと炎症やかゆみが取れますので、はいはい、こうベタベタしたのは収まって、はい、あのポロポロあと皮膚のこのかさぶたが全部取れてくればそれで効いてると思います。ああ、そうですか。とりあえずこれあのファーミネーターでビーってやっても大丈夫ですか？大丈夫です。ただあんまりやりすぎちゃうと傷になっちゃうので、 あ、 う、はい、あとファーミネーターってものすごく取れるので、ああの面白くて取りすぎたら毛が薄くなっちゃうっていうことがあるので、確かにね、まあ、適度な量で。あ、分かりました。ね、ありがとうにゃん、どうもありがとうございました。で、これ、このままもういいんですか？